からティングラ125のオイルとオイルエレメントを変えてみたいと思います。この横から覗き込んだ17ミリのネジがオイルです。これとりあえず抜いてみます。よいしょ。こちらがオイルエレメントです。これ8ミリのネジが1個2個3個あります。よいしょ。感じです。これがオイルフィルターです。自動車などだと全部このフィルター部分もあれで覆われて見えないですが、これはこんな感じです。あとは中を洗浄してきれいに拭いて新しいのを取り付けたいと思います。前回はホンダ純正の G1 でしたが、今回は G2 を入れてみたいと思います。また後日アップ後どのような感じかを記入してみたいと思います。